ああ、ああ、ああ、あ久保さん今回音声聞こえてるんじゃないですかあのねアンプのねマイクをミュートにしてましたねそう <laughs> いいや今回ね久保哲郎の受信力にしましょうかすごいですね普通だったら吉永さんこれ音声入ってないですよってまあ一般の人はそうでしょうね100%来,る来,来ますよ でもそれを逆に言うとアフレコを入れてもうネタにしちゃうっていうね <laughs> まあマトリックスアフリエイトのことは1ミリも言ってないんですけどまあ今回ねあの億万長者合宿マトリックスですからそう久保さんが言うもんだからもうマトリックス入れましたけどね多分9割キューブは吉田さん音声入ってませんよっていうメッセージが来ると思うんですけどね 編集してましたからねありがとうございます <laughs>、ね、どう受け取るかじゃないですかね本当にまあ受け取り方で人生は変わると思います受け取り方で受け取り方次第では学びがあるしだから詐欺ら詐詐欺詐欺から何を学べるのかっていうことですよねうんだから僕もその本当に人生に1回その信じてる人に 100万円を貸して何も連絡なく切られたっていうまあだからそこから学んだことはあ僕っていうのは信頼はされてなかったんだ信用されていなかったんだっていうことを学びましたよねその人から本当にこの人を大切に思ってる本当にこの人と縁を切りたくないこの人のことを本当にそう思ってるんだったら多分何かしら連絡はすると思うんですよ 何かしらねそこで何も連絡せず飛ぶってことはないと思うんでだから結局学んだことはあ結局それぐらいの僕は人間だったんだっていうあ自分はそこその程度の男だったんだなとうんまあまああの金八先生のそのなんだ昔「101回目のプロポーズ」っていうドラマがありましたけど本当に好きならねもうどうしても好きなら。 1> まあ、1回ダメでも2回目アタックしていくみたいなね <laughs> まあ3回ダメでも4回目アタックして、まあ、101回やりすぎだろうみたいな話なんだけども <laughs> まあ今ストーカーじゃないかみたいなね <laughs> 今だったらストーカーでしょみたいになるかもしれないですけどまあでも本当にそうだったら多分そうするんですよ、うん、まあやりすぎは良くないですけどねまあそのね警察に訴えられるかもしれないですけどあの人ストーカーですみたいなねうん だからまあネットビジネスで言うならば、本当に稼ぎたいんだったら、まあ、多分やめないんですよ。だって稼ぎたいんだから。うん、絶対やりますよ、何かしら。そっから学んで。うん、やっぱ何を学ぶかじゃないですか、そこから。で、それを学んだ後、使うか使わないかですね。それを自分の生きる糧とするか、糧としないのかと。だから僕は糧と申してるので、まあい。逆に言うと、100万円は、 自分の人生の勉強代だなと思いましたね。だから逆に言うと、100万円でよかったんだなっていう。例えばこれが、あのこれで学んでいなければ、あ僕は1000万とかしたかもしれないし、1億とかしたかもしれないです。信じてる人に、僕は信用してるって勝手に思ってね、1億円貸すみたいなことをね、して飛ばれたら、もう1億円ダメじゃないですか。だからなんかね、青汁劇場のなんかアニメ見たんですよ、この前。そしたらなんか1億円なんか騙されるみたいな。 なんかそのこ20代の時になんかそに何千万か入れてその、ま、あの投資で回してくれるみたいな人がいたらしくてで何千万回して配当金が入ってきてあこれはいけるって言って1億円ぐらいぶっ込んだら飛んだっていうね <laughs> なんかそういうアニメの,なんかそのストーリーのやつがあったんですけど僕はもうないですねそういうのは。うん、それは何なんで100万円でだから安い、まあ、今思うと まあ安くはないけど安い買い物だと思えるようになったっていうのはありがたいですよね。それは勉強代だっていう。100万円の勉強代。まあ逆に言うと100万円のコンサルを受けたって話ですね。っていう風な人生の糧とできるかどうかですね。でもそれは糧とできないんだったら、おそらく、あのー、なんだ、あのー、あだこうだずーっとね、なんだ、あのー、劣等感というか、なんだろうな。 うーんただそれだけでしょうね。なんか、それで終わりみたいな。ああ、みたいな。うん、だから逆に言うと、僕はまあさらに言うと、そこから、あのー、なんだ、もうピンチになっちゃってね、それで。で、その新しい、そのマフィア D っていう企画をそこから新しく作って、そのマフィア D の企画で2000万ぐらい作ったんで、まあ、100万円の、その事件がなかったら、2000万生まれてなかったんで、<laughs> 逆にもう儲かってるんですよね。 <laughs> 逆にもかってるっていうね、うん、逆にもかりました <laughs> だからその借金返済のかなりの,あのなんだ返済分に充てることはできましたまあ僕も生活費ありますからねその2,000万の売上全部ね借金に返せたわけじゃないですよ自分が生きていく分とか買いたいもんもあるし、うん、でも結構な割合でその売上分は借金返済に充当できたかなと思います 半分ぐらいは、まあ、借金返済に生きたんじゃないかなと思いますけどね。まあ税金とかもありますしね。うん。1000万もはいかないか。まあまあ、とりあえず、まあ、だいぶな金額、ボリューム返済できたんで。うん。そう。やっぱね、開始ですね。逆境、逆境になった時にどう考えるのかっていうね。そう。そう。はい。いってらっしゃい。